最初は授業中に教室で目を閉じて脳裏に彼のいる風景を思い描いたの。ただそれだけよ。最初は思い通りの彼を描けずに困っていたわ。彼女、他の人よりも想像力が乏しかったのかもしれないわね。でもそういう人って意外といるのよ。現実的な人ほど想像力が欠落しているっていう人もいるわ。ありのままの現実を受け入れて生きていくから想像する必要はないんですって。ふふ、そうなのかしら。私には理解できないけれど。いつもぼんやりしている彼女、よほど想像力豊かな夢見がちな少女だと思っていたけれど、違ったのね。ちょっと意外だったわ。でも赤外には感謝しないと。乏しかった想像力が赤外のおかげで保管されたんですものね。そして次第に想像上の彼を自由に動かせるようになったの。それで彼女は元の幸福感を取り戻すことができた。うふふ、意外かしら。それとも納得できる。あなたの周りにはいない。現実に行動をしないで想像の世界に引きこもることが解決方法だという人。そんな人間理解できないかしら。でもね、そういう人って結構いるのよ。リア充ならぬエア充を生活の糧にしている人たち。厳しい現実から目を背け、自分の作り出した世界の中だけで生きていく人たち。そこには自分を責める人間も見たくないイベントもないから、幸せ色の世界なの。想像力だけが頼りだから、より豊かな想像力を持っている人間ほど幸せになれるの。面白い人たちよね。彼女、自分でも気づかなかったみたいだけれど、エア充体質だったのね。エア充って初めて聞いたけど、ある言葉なのかな。白縫さんが好きだったのは、窓の外で走り回る彼の姿。見ているだけで十分満たされたし、それ以上に進むことはむしろ避けていた。ここまでは、現実を受け入れるだけで得られる幸せに満足していたし、想像する世界は必要なかった。それ以上のことは最初から望んでいなかったんだもの。でも赤外のせいで彼女は想像する必要ができたのね。最初はどうしていいかわからなかった彼女だけれど、そういう才能は実は人並み以上にあったのかもしれない。才能が開花した観察力と想像力は並大抵のものじゃなかったわ。目を閉じて意識を集中するだけで、グラウンドの土の匂い、風に揺れる木々のざわめき、楽しそうに語り合いながら通り過ぎる人々、遠くに霞む街並み、そんな細部まで彼女ははっきりと思い描くことができたの。そこを舞台に動き回る彼の姿もとても生き生きとしたものだったわ。姿形はもちろん、走る、止まる、飛び跳ねる、転ぶといった動作、喜ぶ、悔しがる、夢中になる、落ち込んでいるなんていう彼の行動パターンまで忠実に脳裏に再現されていた。それまで見たことのある光景を再生するだけでなく、白縫さんの中で新たな命を得た彼は、まるで生きているように動き回ったの。そして想像力が増していくと、ついには彼を取り巻くクラスメートたちまで再現され、それぞれにふさわしい役割を演じていたというのだから驚きね。彼女、想像力だけでなく、作家としての才能もあったのかしら。まあ確かにそっちに活かせそうですね。もっとも、クリエイターは想像力が豊かだからこそなれる職業なんでしょうけど。もし、誰かが彼女のまぶたの裏を見ることができたなら、実際に目にしているような映像の正確さに驚いたでしょう。ただここまで来ると、それはもう想像とは呼べないわね。それは妄想。彼女の作り出した妄想の世界。白縫さんは、自分の妄想の世界に満足したわ。当然といえば当然よね。自分が満足するように作られた世界なんだから。妄想だから、時間を区切られることも、天候に邪魔されることもない。妄想の中の彼は、いつだって澄み切った穏やかな空の下で元気いっぱいに駆け回っている。もちろん土砂降りの雨の中、悔し涙を紛らわしながら走り去ることだって自由自在。そしてあらゆる状況の中で動く姿を、彼女はいつまでも気の済むまで堪能することができたの。もうその時には単なる退屈な授業中の息抜きじゃ済まされず、彼女の生きる希望、心の拠り所にすらなっていたわ。窓際で見つめていた頃は体育の時間だけという限りがあったから歯止めが効いたのよ。でも彼の姿をいつまでも好きなだけ眺めていられるようになった白縫さんは、もう現実の世界に帰って来られなくなった。別に不思議なことじゃない。エア充生活者が現実から妄想の世界へ逃避するのは不思議じゃないわ。そして閉じこもるの、幸せの持続のために。授業中はもちろん、休み時間まで白縫さんは妄想の世界に入り浸ったわ。先生に注意されても、友達に呼ばれても、目を閉じて幸せそうに微笑んでいるだけ。それは家でも続いたわ。すぐ自分の部屋にこもってしまうし、食事の手はしょっちゅう止まるし、何時間もお風呂に入ったまま出てこない日もあって、家族に心配されたりもした。
外の世界で生きることがうまくいかなくなったせいで、現実を拒絶し、なおさら妄想の世界に没頭する。次第にそんな悪循環に落ち込んでいったの。ここまで来るともう重症よね。でも、当の本人は周りが思っているほど実感がないのも事実。だって、自分は周りに迷惑をかけているなんて、これっぽっちも思っていないんですもの。だから、より深みにはまっていく。それに、妄想だと割り切れば、知らぬいさんもちょっぴり大胆になれる気がしたわ。自分の頭の中の世界でくらい、彼に近づいてもいいかな、なんて思うようになっていったのね。妄想ならリスクがない、という打算かしら。それまで、自分が登場していなかった世界に、ついに自分を登場させようか考え始めたの。私からすれば遅いくらいよね。最初から自分を登場させたって不思議じゃない。むしろ、それが当たり前でしょう。自分が考えた世界なんだから。傷つく恐れがないのなら、彼のことをもっと知りたいし、できることならこの思いを打ち明けたいと。もっとも、妄想上の世界で知る彼の情報は、すべて知らぬいさんの妄想によって作り出された情報なんだけれど。ふふ、それって楽しいのかしらね。私にはさっぱり理解できないけれど。そしてついに知らぬいさんは、妄想の世界で告白してみようと決心したの。傍から見たらバカバカしい話よね。自分の頭の中のことなんだから、何でも好きにやればいいのに。なぜそこまで決心する必要があるのかしら。でも知らぬいさんにとっては、気力を振り絞って踏み出す小さな一歩。それは小さすぎる歩みだけれど、臆病な自分を打ち砕くための大切な儀式だったのよ。実を言うとね、私、それまでに何度も相談を受けていたのよ。彼女、最初は一人で想像することもできなくてね。私、びっくりしたのを覚えているわ。すいません、岩下さん。またお呼び立てしてしまって。いいのよ、気にしないで。私もあなたの話には興味があるから。で、妄想の世界の彼とはうまくいってるの？それが、まだ本当に私が飛び込んでしまっていいものか悩んでるんです。飛び込んだら戻ってこられないかもしれないですからね。でも、突然私なんかが彼の前に現れたら迷惑するんじゃないかと思って。そんなことないわ。彼はきっとあなたのことを受け入れてくれる。それで、彼の名前くらいは分かったんでしょうね。いえ、まだ聞き出せなくて。呆れたわね。彼は仲のいい友達と一緒なんでしょう。彼らはなんて呼んでるの？ニックネームもないの？はい、友達はいつもようとかお前とかそんな呼び方ばかりなので。困ったものね。それだったらもうあなたが出ていくしかないじゃない。いくら妄想の世界といっても限界があるわよ。一歩を踏み出すのも大事じゃなくて、そのためにはあなたが必要よ。そして告白し合いなさい。でもいつどうやって出ていけばいいかわからなくて、もしタイミングを間違えたら嫌われちゃうかも。告白して断られたら私もう生きていけない。泣かないで、知らぬいさん。私も考えるから。そうね、現実の世界に合わせればいいんじゃない？体育の授業がいつなのかは分かっているんでしょう。はい。だったら、その授業の時に彼はグラウンドにいるんだから、現実の彼とあなたの思いをシンクロさせるのよ。そして、そこであなたは彼と出会うの。なんか難しい話になってきたな。今彼が何をしているか、現実と妄想がシンクロすれば、あなた自身も妄想の世界に登場しやすいんじゃないかしら。そうですね。現実の世界とのシンクロ。ありがとうございました。岩下さん、私、やってみます。なんかマトリックスみたいな話になってきたな。頑張って告白しなさい。必ず、あなたにとっていい返事が聞けるから。彼女、素直ないい子なのよ。だから、私も手助けをしてあげたかったの。ふふふ。それに、彼女の思い描いた世界なのよ。成功するように彼を動かせばいいだけじゃない。それで彼女、告白を実行するタイミングは、彼が現実の世界で体育の授業を受ける時間に合わせることにしたわ。ふふふ、けなげなことね。決心がついてから、一日先週の思いで待ちわびていた体育の時間がやっと訪れたわ。もちろん窓から遠くなった知らぬいさんの目には見えないのだけど、彼女はいつものように目をつむり、彼が生き生きと活躍する様を思い描いたわ。サッカーボールを追いかけて、仲間たちの間を楽しげに駆け回る彼の姿。今目を開けて外を見ても、きっと同じ風景が見られるはずだと思いながら。ねえ、知らぬいさんはどんな形で彼に思いを伝えたと思う？ 1. 近づいて話しかけた。 2. 窓を開けて好きだと叫んだ。 3. わからない。え、近づいて話しか、もう妄想の中で近づいて話しかけたんじゃない？そうね、近づいていって、自分の口で思いを伝えられたら一番でしょうね。知らぬいさんはいつものように、彼を中心とした情景を脳裏に思い描き続けたわ。
でも今日は特別よ。いつも眺めていただけの風景に初めて自分が登場するのだもの。窓枠で切り取られた風景画の中に自分が現れて、彼に思いを告げて。彼女は想像の世界で取るべき行動を何度もシミュレートしたわ。それでもなかなか決心がつかず、大きく深呼吸までしたの。いつまでも決心がつかず、歯がゆい気持ちに身を焦がしていると、突然、グラウンド上に見知らぬ女の子が現れたの。白縫さんは、望まぬ人物の登場に驚いて声を上げそうになったわ。そうよね。白縫さんがイメージした妄想世界なんですもの。彼女が思い描いたものしか出てこないはずなのに、その女は、さも当たり前のことのように、その世界に割り込んできたのよ。まだ後ろ姿しか見ていないけれど、それがものすごく可愛い女の子に思えたの。自分よりも、はるかにね。何度も見返して、頭に入っているはずの映画の内容が、ある日突然全く違うものになっていた。そんな違和感があったんでしょうね。グラウンドに現れた少女は、まっすぐに彼のいる方向に向かって歩いていったわ。あの子はきっと彼に告白する。白縫さんは同じ恋する女の子として、そう確信したの。彼女の歩みは早まったわ。まるで白縫さんの思いを知っていて、それに先んじて抜け駆けでもするかのようにね。白縫さんは、その映像が自分の想像であることも忘れて、狼狽したわ。もとより、彼女の豊かな想像力が作り出した世界は、夢よりも鮮明で、幻よりも生々しいものだったから。それがひとたび作り手の意志を超えて動き出したら、自分でも制御できなくなってしまうのでしょうね。白縫さんにとって、この光景はもはや妄想ではなく、認めたくない現実だったのよ。白縫さんはただなすすべもなく、少女が彼に近寄るシーンを見させられていたわ。渾身の願いを込めて、お願い、彼に近づかないでって、必死に心の中で祈ったの。でもその願いは届かなかった。少女の歩みは止まるどころか、一層スピードを増していった。もちろんその女が告白したところで、彼が受けるかどうかはわからないけれど。でも白縫さんにとっては、自分以外の誰かが彼を愛し、思いを告げること自体が許せなかったのよね。しかも自分の作り出した妄想世界でね。白縫さん自身は、自分さえ踏み出せばいくらでもチャンスがあったのに、なのに自分から彼に声をかけることもできなかったくせに。勝ってよね、白縫さん。自分にはない勇気を持った人。一歩を踏み出す勇気。好きですって告げる勇気。そして何より、傷つくことを恐れない勇気を持っている人が妬ましくて仕方なかったのよ。嫉妬に目がくらむと、人はどんどん悪い方向に考えてしまうものね。白縫さんは、その女の子の告白が成功してしまうと思ったわ。一度考え始めたら止まらない。そして悪い方へと考えは走ってしまう。その子が、自分よりほんの少しだけ早く行動を起こしたがために、自分が掴むべき幸せを奪ってしまうように思えてならなかった。顔も見ていないのに、自分は一生叶わない、とびっきり素敵な女の子だと思い込み、だから憎んだの、心の底からね、うふふふふ。それは白縫さんが生まれて初めて身を焦がした、醜い嫉妬の炎。それは、彼女の思いの強さにふさわしく、暗く熱いものだった。白縫さんは、想像が作り上げた窓の中から彼女の背中を睨みながら、ありったけの呪いを込めて念じたわ。燃えてしまえ。この視線に思いの熱さを乗せられるのならば、嫉妬で人が殺せるのならば、燃えてしまえ、消えてしまえ。人の思いって恐ろしいものね。白縫さんの嫉妬は黒い炎となり、視線に乗って恋敵の背に食い込んだわ。あの少女は、彼女の望み通りに燃え上がったのよ。突然背中が発火した少女は、驚いているようだった。いい君だ。私の愛する彼を奪おうとした罰よ。燃えろ、もっと燃えろ。そう白縫さんが願いを込めると、少女を包む炎はさらに勢いを増した。そして、少女は炎に包まれながら、その火を払おうと必死で両手をバタつかせた。それがまるで踊っているように見えておかしくてね。思わず白縫さんは口元を手で覆ってくすりと笑ってしまったの。でもその笑顔は一瞬にして凍りついた。燃え盛る炎の中で踊る少女がこちらを向いたの。炎に焼けただれる彼女の顔。それは白縫さんだった。え？想像の中ではなく、現実の世界で、グラウンドではなく、教室の中で、白縫さん自身の背中から、突然、激しい炎が吹き上がったの。そしてその炎は、みるみるうちに彼女の全身を包み込み、燃え上がった。誰も自分の後ろ姿なんて見たことないものね。もし見ることができたら、白縫さんにも、あの少女が誰だか分かったかもしれないのに。
見たこともない自分の背中を想像上で作り上げてしまったのだから、やはり白縫いさんの想像力は優れていたんでしょうね。うふふふふ。人体自然発火現象。これって都市伝説じゃないのよ。今までにも世界中でいくつも発見されている現実に見られる事件なの。火の気のないところで突然人間が発火して燃えてしまう。科学的にも様々な原因が追求されているけれど、まだどれも推測の域を出ていないのよ。もしかしたら白縫いさんのような事例、妄想世界の産物が生み出した現象が今後は加わるかもしれないわね。うふふ。白縫いさんはなんとか一命を取り留めてね。奇跡的に意識を取り戻したけど、結局学校には帰ってこなかったの。全身にひどい火傷を負って、美しかった顔も面影はなくなり、髪も毛根ごと失ってしまった。だから人前に姿を見せられないという事情もあるわ。でももっと深刻なのは白縫いさんの精神の方だったのよ。そう、彼女は病院のベッドの上で常に満面の笑みを浮かべているわ。だって妄想世界の住人になれたんだもの。妄想世界で燃え盛る彼女を救い出したのは彼だったらしいわよ。やっぱり白縫いさんが好きになっただけのことはあるわね。彼ったら自分が火の粉をかぶるのも恐れずに彼女を助けたんですって。全身に火傷を負って息も絶え絶えの彼女に彼は自ら告白したそうよ。ミツルさん、一生大事にする。だから僕と結婚しようって。だから病院にいる彼女はこぼれそうなほどの幸せでいっぱいなのよね。私が言った通り、二人の恋は実ったでしょう。ふふふふふ。まあ、妄想の中だから、まあそれ自分の理想の彼になってくれるっていうことなのかな。どう、白縫いさんって幸せだと思うかしら。でも彼女が作り出した妄想世界で知らない女性が現れるなんてありえないでしょうに。もしもう少しだけ彼女に冷静さがあったなら、その少女が白縫いさん自身であり、二人の恋はうまくいくって思えたでしょうにね。まさか自分を呪ってしまうなんて。坂上くん、こんな言葉を知っている？人を呪わば穴二つ。わからなければネットで調べてみればいいわ。もっとも白縫いさんは自分を呪って穴一つとでも言うのかしらね。うふ、うふふふ。燃えるほどの恋。なるほどね。はい、じゃあちょっと違う選択肢行ってみましょうか。はい、というわけでさっき近づいて話しかけたを選んだんですけど、窓を開けて好きだと叫んでみましょうか。これはもう、これも妄想なのかな。そう、彼女は思い切って行動に出たのよ。悩んでいても仕方ないわ。どうせ私の想像の世界なんだし。白縫いさんは自分の気持ちを鼓舞するようにそうつぶやくと、妄想の世界で立ち上がって窓を開けたわ。やっぱ妄想か。世界を四角く切り取っていたアルミサッシの額縁がなくなって、いつも憧れていた風景が一気に目の前に迫ってくる気がした。豊かすぎる想像力のおかげね。髪には風を感じたし、植え込みから漂う人長毛の匂いまで嗅ぎ取れたの。白縫いさんはありったけの勇気を振り絞って、グラウンドの彼に叫んだわ。好き、あなたが好きです。その声が思いのほか大きく響いて、彼女は自分でも驚いてしまったの。そして告白した後我に返って、恥ずかしさのあまり顔を真っ赤にして、白縫いさんはさっと窓を閉めた。妄想世界の彼は突然響き当たった大声の告白に反応して、不思議そうにあたりを見回した。想像とはいえ、自分の告白に彼が反応してくれたのを見て、白縫いさんはいたたまれなくなったわ。全身が緊張で高揚して、心臓から口が飛び出しそうなほどにバクバクとなっていた。でも彼はその時取り逃がしたボールが肛門の外に転がり出て、それを取りに行ったところだったので、うわ、なんか嫌な感じだ。ああ、そうだよね。すると窓の外から耳をつんざくような車のブレーキと、それに続いて派手な衝突音が響いてきたわ。窓ガラス越しにグラウンドの生徒たちのざわめきと悲鳴が聞こえてきた。ジャヌイさんはちょうど想像の世界から現実にも帰ろうとしていたところだったから、その音が現実と空想のどちらから聞こえてきたのか瞬時にはわからなかったわ。でも教室内の喧騒に気づいて顔を上げると、窓際の生徒が悲鳴を上げながら立ち上がり、後を去っているのが目に映った。上野先生、動くな、見るんじゃない。先生が青い顔で叫んでいたわ。でも白縫いさんは先生の制止を振り切って猛然と窓に飛びついた。そして予想通りの不吉な光景を目の当たりにしたの。ボールを取るために校門を出て大型トラックに轢かれてしまった彼の姿をね。そう、それは現実の世界での出来事だったのよ。彼の旧友は警察の取り調べに対してこう語っていたそうよ。どうしてか今でもわからないんですけど、あいついきなり車道で止まってキョロキョロと辺りを見回してたんですよ。
何かを探してるというよりは、誰かに呼ばれたみたいに、なあ。うん。でも、誰も呼んでなんていなかったんですよ。僕たちにはそんな声は聞こえませんでしたから、うわ。白縫さんのせいじゃん。いやー、僕はね、彼を助けに行こうとしたんですよ。やっぱり親友ですから。でも一瞬のことでしたから。あんな大きなトラックが迫ってきたら、身がすくんじゃいますよ。本当ですよ。助けようとしたんです。でも、助けられなかったことを分かってほしいんです。体育の時間中、ボールに気を取られて交通事故に遭った程度では、うちの学校じゃ記憶にも残らないわね。恐ろしい学校だな。一人の男子生徒の死は、すぐにみんなの記憶からも消えてしまった。それにしても、我を忘れて立ち止まってしまうほど、白縫さんの声は大きく響き当たったのかしら。でも不思議なことに、彼女の声は誰も聞いていないのよ。おそらくは、死んだ彼にだけ聞こえたんでしょうね。でもね、それほど強い思いがあったのなら、現実の世界で打ち明ければよかったのよ。そうすれば、彼も死なずに済んだでしょうにね。ところで白縫さんだけれど、私、相談を持ちかけられているの。今、また気になる人が現れたんですって。なんでも、今度は年下の彼でね、今年鳴神学園に入学した1年生だって言うのよ。おとなしくて真面目そうなところが、死んだ彼とは真逆で、一目惚れしてしまったんですって割と惚れやすい子なのかな。さあ、どんな子かしらね。坂上くん、気になる？相談されても、今度は殺してしまう前に告白しなさいって忠告するつもりよ。だから安心して。ふふふふ。彼を呼ぶ声。ここで、僕ですか？って言ったらすごい、あなたうぬぼれてるのねって、すごい怒られそう。はい。というわけで、もう一個選択肢あったんでね、最後そっち行きたいと思います。はい。というわけで、戻ってきました。わからないっていう、なんとも言えないのを選んでいきます。なんとも言えない選択肢。彼女は思い切って行動に出たのよ。悩んでいても仕方ないわ。どうせ私の想像の世界なんだし。白縫さんは自分の気持ちを鼓舞するようにそうつぶやくと、妄想の世界で立ち上がって、窓を開けたわ。あれ、さっきと一緒ですね。アルミサッシ。豊かすぎる想像力のおかげで、あ、人長毛の匂い。白縫さんはありったけの勇気を振り絞って、グラウンドの彼に叫んだわ。好き。あなたが好きです。その声が思いのほか大きく響いて、彼女は自分でも驚いてしまったの。そして告白した後我に返って、恥ずかしさのあまり顔を真っ赤にして、白縫さんはさっと窓を閉めた。全身が緊張して、心臓が口から飛び出しそうなほどにバクバクとなっていたわ。するとどうかしら、なんと声に気づいた彼が、こちらに向かって手を振ってくれているじゃないの。お、展開が変わった。彼女、とても嬉しかったのでしょうね。もう一度窓を開けると、彼に見えるように大きく手を振り返したの。嬉しいです。私、あなたが大好きです。でもね、悪魔は常に人の身近にいて、嘲笑う瞬間を狙っているものよ。幸せの絶頂で油断している時を狙って、不幸のどん底に叩き落とそうとするの。喜びのあまり、思わず身を乗り出した白縫さんはバランスを崩して、そのまま窓の外に頭から落下してしまったわ。その時、初めて彼女は現実の世界に引き戻されたの。自分が落下している世界を見つめながらね。彼女、妄想世界で告白したつもりでいたけれど、現実世界とシンクロしようとするあまり、実際に声を出して告白していたのよ。授業中わざわざ窓際まで駆け寄って、あっけに取られるクラスメートたちの前で、うわ、恥ずかしいね。彼女はありったけの声を振り絞って告白したわけ。いや、でもかっこいいけどな。かっこいいよね。キャー。静かだった教室に、落下していく白縫さんの悲鳴が響き当たった。うわ、打ちどころが悪かったんでしょうね。ちょうど真下はコンクリだったし。大して高さもなかったのに、白縫さんは頭から血を流し、ぐったりと倒れてしまったわ。2階の高さから落ちただけなのに、真っ逆さまに勢いよく地面に激突したためか、首が荒ぬ方向に曲がった状態でね、ほぼ即死だったらしいわ。いや、告白するまでは別にね、よかったけど。白縫さん、現実と妄想の世界が本当にシンクロしてしまったのね。それでこんな悲劇が生まれてしまった。これも、彼女の思いが強すぎたためかしら。ねえ、坂上くん、妄想するのもいいけれど、ほどほどにしないとね。ふふふふふふ。現実と妄想の狭間で。はい。というわけで、無事ね、この話は、これで全部かな？はい。窓枠の中でっていう話だったんですけど、これで全エンディング終わったんで、次に行きたいと思います。もう、残すところ、1個か2個ぐらいな気がするんですが、楽しみにしていただけたらと思います。というわけで、プライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。